こんにちは、カサライフの笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日雨降ってて意外と寒いですね。今日は、家にいてちょっと時間があるので種まきをするという動画を撮りました。どうぞご覧ください。皆さん、この時期、春なんですけど種まきシーズンなんですね。それでいっぱい撒くんだったら、本当に種まき用の土みたいなの売ってて、ポットを買ってこう、そういうのに撒けばいいんですけど、育ちがね、その後、もうちょっとなんですよ。それで私前に、前から持ってるんですけど、このジフィーセブンっていうやつの、種まき楽々根、生き生きっていう坂田の種の商品なんですけど、この土のポット、これもとっても、ちょっと高いんですけど、その後の成長を考えると、お花屋さんで苗を買うことを思うと安いんですよ。それでこの水を入れて、これ動画で最初水入れるところから撮ればよかったんですけど、このぺっちゃんこのこういう丸いものなんです。それで、これ水につけたらね、膨らんできました。で、こうなったら種をまけるんですけど、もうすごいひたひたに水が入ってたのに全部吸い込んじゃったので、これもうちょっと水を足します。今水を足してきました。審査を生徒さんが受けると、この陽明寺太極拳事務所からこういう種をいただくんですね。今年はこのマリーゴールドの種だったので、これをまこうと思ったんですけど、うちの私が好きなのは実は黄色のマリーゴールドなんです。オレンジじゃなくて。で、この、たまたま種をまこうと思って、買っておいたんですね。そして、今年の種がアスターではなくて、このマリーゴールドだったので、一緒にまいてしまおうと思いました。ちょっと種を出してみましょう。硬い。結構マリーゴールドの種って大きめなので巻きやすいので、これ一つのポットに三つずつ巻いていきたいと思います。で、こっちの陽明寺事務所から来た種もちょっと切ってみますね。おお、結構入っていますね。ちょっとお皿にまずこの陽明寺太極拳事務所の種をここに出してみます。こんな感じの種でした。これはこっちね。お、それで、こっちもちょっと出してみますね。中は空っぽになりましたね。この黄色いマリーゴ。当たり前なんですけど、この袋とこの袋の中身なんですけど、種の違いは見てもわかりませんね。これは
ちょっといろんな色が混ざってそうですね。でこっちは全部巻いてみましょう。この一つの中に三つずつ種を入れてみます。こんな細い感じ。ちょっと離して巻いてみようかな。この中に、三つ入れました。まあ、こんな感じで。これ芽が出るといいね。発芽率が悪いと寂しいものがあるね。三つ、この陽明寺先生のところから来た種は新しいか疑わしいので、申し訳ないけど5つずつ種を入れてみることにしました。これちょっと3つずつって言ったけど、この買った種の方は3つずつでいいかもしれないので、ちょっとこの、この芽が出て、そして鉢にね植えたり直植えしたりとか、これだけあればいろいろできそうなので、とりあえずこの3つが明治先生の、あと2つぐらい入れますか。太極拳、あら、事務所から来た種を、このここにひたひたと5つずつ巻いといてみます。なんか一つ一つがこんなこと言っては申し訳ないけど、ちょっとちっちゃい感じです。はい、5つに巻いてみました。ではこの買った方の種は3つずつ巻いていきます。これは巻いた後は乾かさないようにして発芽まで、これはね家の中でちょっと芽を巻いてみます。実はこれね、そうだな、10年ぐらい前だったかな、こうやってこの種まきの水で膨らむ種まきのジフィーセブンのポットを、これを使って3月に10年前ぐらいですね、種をよくまいていたので、このマリーゴールドも結構まいたことがありました。それで今年もちょっと種をまいて苗を育てようと思っ
で種を買ってきました。このポットはね、便利なのは丸ごと植えることもできるし、なんかちぎって分けることもできるので便利なんです。今ちょっとこう、まだ外は今日なんかも寒いので、家の中で種をまいて苗を育てて、これは夏の花なので、そんな風に家の中で苗を育てていきたいと思います。うまく発芽してくれるといいな。種から育てるって本当に楽しくって、なのでちょっとこのまた懐かしくジフィーセブンで種を育てます。はい、こんな感じで種をまいてみました。この残った種はここにまあ入れて、一応今年の12月まで大丈夫なんですけど、種まきの時期が3月から5月までなので、ちょっと時期をずらしてまた種まきしてみてもいいかなと思って、芽が生えてこなかったら困るので、ちょっと残しておきます。これは折ってセロテープでちょっと留めておきます。セロテープがなかったのでホッチキスにしました。この明治先生の方の種も、はい、この坂田の種の種まき楽々根、ね、生き生き水で膨らむ種まき土ポットジフィーセブン、これを買ってきて、まあ、買ってあったんですね、家にあったので、ここにマリーゴールドの種をまいてみました。これをちょっと、まあ、リビングここにちょっとね置いて、いつものリビングですけど、ここに置いて芽が出るのを観察したいと思います。で、室内用の観葉植物用のこの肥料ですけど、私はこのプロミックっていうのが臭くならないし虫も発生しないので、まあ本当に気が向いた時に3粒ずつぐらいあげています。まあ冬は必要ないので、3月の中旬にもなったので、これを3つずつ置いていきたいと思います。あきらくんにも、この鉢は結構大きいので5つぐらい置きます。置いときました。今日は一日雨で、
3つぐらい。まだ水やりしてないけど、うまくにも3つぐらい。去年植え替えたので今年は植え替えないでおこうと思って、まあ、ちょっと肥料をやりました。この子たちは外で育てる植物なので、まあ、室内用のこのちょっと高い肥料じゃない肥料をあげようと思っています。このシダは水分は必要なんだけど、植え替えは必要かもしれないんですよね、根がぎっしりで。だけどこの植物はあんまり肥料必要としないので、まあ、植え替えるということで肥料はあげないでおきます。あんまりめったにあげないです。あ、大きくなりすぎちゃうので、植物に、観葉植物もあんまり大きくなっちゃうと困るので、まあ、ほどほどにしてます。とても便利な、土の、種まき用のこういう土、ちょっと割高なんですけど、すごく苗の育ちがいいんですね。なのでちょっと撒いてみました。でそれから、観葉植物にちょっと肥料をあげます。今3月になったのでそろそろいいかなと思って、今年は植え替えるつもりがないんですね。去年全部鉢を植え替えたので植物の。なので今年は植え替えなくていいかなと思ってちょっと肥料を足しました。